タリアンデザイン電動スクーター GEV600 の紹介。気軽に乗れる経済的な充電も簡単な、航続距離最長70キロ。歌い文句は航続距離、加速性、そして安全性を追求した最新電動スクーター GEV600。 ではここから車のニュースからの引用になります。 GEV600 はイタリア生まれのオートバイメーカーベネリーの電動アシスト自転車を手掛ける中国 QJ グループ傘下の電動モビリティカンパニーゴッチアが製造する電動スクーターです。おしゃれなイタリアンデザインに EV 先進国のノウハウとコストパフォーマンスの良さを併せ持った GEV600 ですが、さらに日本のバイク&パーツメーカーのプロトによる改良開発の結果、モーターコントロールユニットやバッテリーをはじめ主要コンポーネントを仕立て直すことで日本品質の電動モビリティにブラッシュアップされています。低価格出力は 600W で原付1周、1回の充電につきエコモードで最大70キロ以上走行が可能です。パワーモードの走行テストでも約35キロ走行できるんだとか。また最大 1300W のリアハブモーターを装備しパワフルな加速性を実現。日本の走行環境や道路事情を考慮した航続距離、加速性、安全性を追求しているのです。引用はここまでです。さて私の感想ですが、これは初めて電動スクーターに乗る人にとってはかなりとっつきやすいと言えます。まあ、外観もシンプルで可愛いしおしゃれなデザインに仕上がってますから。ヘッドライトは丸型、バルブは LED、 シート下はバッテリーが収納されるので荷台にリアボックスを取り付けられるようになっています。パワーの方も急な坂道でもパワーモードがあり難なくこなしてしまうようです。航続距離も今までの電動バイクとは違い、かなり長い距離を走れそうなので嬉しいですね。そして坂道もパワーがあるので財布にも環境にも優しそうですね。対価格も税込みでお手頃の162,800円です。プロトさんが11月に発売されるようなので楽しみですね。本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは。